はい、越谷フェムのさっちゃんのハローホームタウン300回記念のゲストはシンガーソングライターの山本雅也さんです。はい、どうもさっちゃんさん、お久しぶりよ、ほんと。ですよ、ね、7年でしょうくらい。結構もうおじさんになったんじゃないですか。私もおちゃんになりましたよ。いやいや、さっちゃんなんもまあでもちょっとそうかもしれないけどね。確実に。いやでもお姉さんになってますから今日こちらですね、山本さんの個人スタジオに来て収録しちゃいました、はい、本当にもう皆さんのおかげで、まあ、番組をこうやって続いてて300回ですから、すごいなと思います。本当にありがとうございます、ね、ありがとうございます。でね、ちょうどね、2人の共通の友達がもう小島一流姉さんだったりね。ああ、そうですね、はい、すごいな。同じ定地区ですもん。ですよね、うんうん、びっくり、なんか、はい、で、この定地区レコードからデビューじゃなくて、はい、リリースされるんです。あ、そうです、はい、ね、こちら青色の後悔。そうですね、はい、すごいですよね。もう AKB の方とかが出てる映画も。ああ、そうですね、いいね、はい、うん、あと中村玉緒さんであったり、高島玲子さん、あとワンピースのルフィの声をやっている、あとドラゴンボールのクリリンとか、声優の田中真由美さんがご出演されて、うん、そうそうたるね、おりますので、はい、よかったらぜひ皆さん、映画館もしくは、DVD も販売されてるし、あとサブスクでも、うん、映画見れますので、よかったら映画見てやってください、うん、でね、ぜひ山本さんの CD もお手にしていただけたらなと思います。そうですね、はい、はい、で、ライブの予定とかは8月はありますか。8月は8月なんですよ、うん、8月のね、本当の予定を見ないとわからない。それだけたくさんされてるから。じゃあ調べてないね、はい、調べてないね、放送なんですけども、はい、8月の21と28日越谷 FM さっちゃんのハローホームタウン、越谷 FM の月9と覚えていってください。リスンラジオというアプリをダウンロードしていただければ、世界中で日本時間夜9時にお楽しみいただけます。はい、はい、ライブがですね、8月の27日の、日曜日、うん、お昼の12時オープン13時から大塚と都内のね、大塚のウェルカムバックでワンマンライブ、そして9月の9日もですね、大塚のウェルカムバックでワンマンライブがありますので、よかったら皆さん遊びに来てください。で、山本雅也さん、こちらね、漢字検索していただければ、うん、はい、山に本に雅になりそうですねはい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、じゃあ最後に山本さんの方からこちらを動画をご覧の方に一言お願いいたします。はい、FM、越谷はじめましてですたくさん喋って、たくさん笑わせてもらって、さっちゃんとのも7年ぶりに話すことができましたとっても楽しく収録させていただいたんで、ぜひよかったら、FM 越谷、聞いてください。ありがとうございます。はい、本日のゲストは山本雅也さんでした、はい、皆さん番組聞いてね、そして いつもありがとうございます。300回記念感謝です。ではまた。ではまた